皆さんこんにちは、レッドです。さあ今回はシルビアのエアコンの動画になります。このシルビアのエアコン口のこのリングなんですけど、これが一般的なねカラーです。でこれが L パケってやつになるとメッキバージョンになってね、めっちゃかっこいいです。で今現在メッキの L パケを用意しようと思ったら、まあだいたい 4,5 万円するわけですよ。そこで今回はこのエアコン口のこのリング部分だけを変更することのできるメーカーさんを2社ご紹介していきます。では最初のメーカーをご紹介していきます。出てこいや。まず1社目がグルームです。まずここが S15 ベンターリングシルバー、1個のお値段が3100円です。材質はアルミ。 S15 ベンチレンターリングブラック1個3400円、ブラックアルマイト加工がされています。こちらのリングは S15 以外にも Z33、Z34 にも使うことができるみたいです。シフトノブとエクステンションセット、延長シフトレバーというものを提供いただきました。このシフトノブの材質はステンレスで、上と下がねバラバラになるので長く使ったり短く使うことが可能です。でリングもね一度中から出してみます。これがまずねシルバーです。表面仕上げというよりかはアルミ削り出しという感じの質感です。そしてこれがブラックアルマイトです。まあ、見る角度によっては輝き方がねいろいろ変わってきたりする感じです。で接着方法はお客さんの方で用意してっていう感じなので、両面テープかボンドでくっつけていきます。セットしてみます。薄い両面テープを二重張りすると全くね、干渉が出なくなりました。かっこいい、めっちゃかっこいいやん。まずこれがシルバーの取り付けイメージです。こういったねアルミ削り出しが好きな人にはたまらない商品だと思います。じゃあこのままねブラックバージョンに変更してみます。ブラックになりました。これもまたね渋いですね。ただ自分のダッシュボードが赤になっているので、通常の場合ねブラックダッシュボードにこのブラックなのであまりね目立たないと思います。まあ、なので落ち着いた雰囲気が好きな人は好みかもしれません。私はこの中で言うと真ん中のシルバーがやっぱ一番好きですね。それでは次のメーカーをご紹介していきます。こちらカムズ紹介のオールステンレス S15 エアコンリング。こちらがエアコン口に貼るリングで1個の価格が2500円です。そしてこちらがダッシュボードに貼るタイプのエアコンリングです。こちらが5個セットで6500円プラス送料になっております。そしてこちらがカムズ紹介さんに私が頼んで作った特注のパーツなので後でご紹介します。そして仕上がり方なんですけど、表面仕上げまで磨いております。で作りも溝がちゃんとついていて、両面テープがおまけでついております。ではねフィッティングを見てみます。開け閉めの支障はありません。純正塗装カラーがねほとんど見えないですね。もうパッと見は L パッケージと見分けがつかない感じです。でもう一つね別でこのダッシュボード張りのリングがあるんですけど、これは追加メーターをねエアコン口に追加してる人におすすめの商品です。まあこんな感じにね追加メーターを追加してる場合、そこでこのダッシュ張りのリングを貼ってあげると高級感が増します。ただフィッティングがちょっと微妙な感じがあるので、ボンドでくっつけた方が良さそうですね。なんかね後付け感がだいぶね軽減いたしました。結構ねそのまんま元々ついてたのっていう感じです。ちなみに追加メーターをつけてないところにつけるとやっぱねちょっと大きいので微妙な感じはありますね。ちなみに L パッケージにこのエアコンリングを取り付けたらどうなるのか、ほとんど変わらない。もうまさに L パケです。 L パケが安い金額で組み込めるっていうのがポイントです。ちなみにですね先ほどシルビアバリエッタにつけた時にはこれネジの径が違ったんですけど、 S15 スペック R につけた場合はネジのピッチがね一緒です。もういちごさんのだったらつきます。車が動いた時にはいろいろ試してみたいと思います。そしてカムズ紹介さんの商品でこちら、こちらがですねキーシリンダーカバーになります。オールステンレス
この鍵を挿す穴の周りに今このシルバーのものがあるんですけど、アルミテープをねただ貼っているだけです。なのでこのキーシリンダーカバーをあとはここにねかぶせてボンドでくっつけてあげるだけです。これはもう簡単にね取れます。よいしょ。でちょっとフィッティングを見てみます。おお、めっちゃいいやん。めっちゃいいね。こちらがですね2500円でプラス送料がかかります。で発売予定としては2月下旬から3月上旬あたりからね本格的に販売開始するみたいです。これをボンドでくっつけるわけです。ウルトラ多用途ボンド、薄く塗っちゃえばいい感じ。ホットボンドで止めてもいいかもしれません。しばしこれで待ちましょう。そしてこの LED が光ってる部分と表面の間がこう隙間があるんですけど、これは私がワンオフでカバーを作っているので、その厚み分飛び出しちゃってる感じですね。まあ、通常だと多分ここがねツラツラになると思います。でここからが本題なんですけど、今3種類のねリングをこう実際装着したんですけど、どれを使おうかなってねかなり悩んでおります。一応こんな感じでね3種類並べてみました。一番右がもうほぼほぼ L パケで、真ん中がアルミ削り出し、そしてそのアルミ削り出しにアルマイト加工をしたブラック。これはね多分皆さんあの好みがだいぶ分かれると思います。今個人的な好みとしては真ん中のアルミ削り出しが一番ねかっこいい気がします。そしてねこの上にユーラスの3連メーターがあるんですけど、このメーターの根元に使ったらかっこいいんじゃないのかなと。これが今リングが何もついてない状態です。まあこれはこれで別にいいんですけど、やっぱちょっとちっちゃく見えちゃいますねメーターが。そして今がメーターの台座にリングをはめた状態です。一番左が黒で真ん中がアルミ削り出しで、一番右が鏡面仕上げです。今私が使っているメーターがちょっとねアルミ削り出しみたいな状態なので、一番マッチングするのは真ん中のねアルミ削り出しだと思います。ということでこのように仕上げました。ちょうどドアを開けた時のスピーカーカバーと色合いが似てるので、ここがね一番の決定打になりました。ユーラスの追加メーターの台座の部分にグルームのシルバーリングをね使いました。運転席から見た時の感じはこんな感じになります。やっぱねエアコン口の雰囲気が変わるだけでね全然変わってきますね。今一通りねエアコンリングをご紹介したんですけど、このエアコン口関係で面白そうな商品を見つけたのでご紹介いたします。こちらカーメイトの丸型エアコン専用ドリンクホルダー。一般的にねドリンクホルダーをつけると車の雰囲気がね崩れてしまいます。で今回見つけた商品が、今現在のエアコンの雰囲気を崩さずにドリンクホルダーをつけれるというね、そういった商品を見つけたので実際にね使ってみます。ちなみにこちらが対応車種となっております。ほんとねドリンクホルダー自体には興味はないんですけど、これはね面白そうだなって思いました。まず開いて押しても動かない設定にして、付属のこれをここに通して、アタッチメントをこのように引っ掛けて、あとグリグリ縮めていく感じか、きつくなるまで締まりました。であとはこいつをかぶせてカチッとくっつければまあ一応このドリンクホルダーだと車の雰囲気を損なわずに取り付けることができます。これをカチッと上げるとこんな感じ。まあ今ドリンクがないので代わりにゼロフィニッシュでも置いてみます。で使わない時にはこうやって閉めて、でエアコンを起動させた時にはこのエリア限定で風が出てくる感じです。私は好みじゃないですね。これはもうちょっとネタとして購入したんですけどね、いらないですね。これはいらない。撤去、いらない。やっぱこれがデフォルトが一番かっこいいよ。いかがだったでしょうか。グルームのエアコンリングとカムズ紹介のエアコンリング、まあ、特にどっちがいいっていうわけではなく、あくまで好みの問題になってくると思います。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。
今回紹介した、ね、商品の詳細は下記の概要欄に詳しく載っていますので、気になる方がいましたらチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram をやっていて、動画を配信するより先に最新情報が載っていることがあるので、気になる方がいましたらフォローもよろしくお願いします。そして LINE スタンプも絶賛発売中なので、ぜひ使ってみてください。そして今回この動画で使ったドリンクホルダーを1名様にプレゼントしたいと思います、応募方法は下記の概要欄に載せてますので、欲しい方はねチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。